はい、どうもジョン・クローズのヨウタです。ジョン・クローズな今日は、よくわからないけどこういう、なんていうのこれ、ペンギントラップ、ペンギントラップっていうゲームを、ご紹介いたします。ちょっと、じゃあ、作っていきましょう。はい、これどうするの、どうするの、こういう枠があります。こういう枠に、これをこの、氷風のプラスチックをランダムにはめていきます。何でもいい、どこでもいい、どこでもいいんで、はめこうやって、こういう、つけんの、とりあえず、こういう、とりあえずこうやってルール決めましょうか。負けたら何かやろうか。まあじゃあ負けたら、歴史上の人物のカードやる、カードやってマジでマジでそのモノマネにしよう。それでいいんだよ。ひどいわね。本当に。はい、できました。で、これこういうなんかルーレットがあって、禁止マークは何もしない、白いブロックのマークは白いのだけを落とす、青と白だったらどっちでもいいよ。ああ、そういうこと。青は青いのを落とす。これはもう終盤に差し掛かってきたね。すげえ変なの来てほしい。これ結構地味じゃないけどすごいことした人だけど特徴ないよね。これこれちょっと白なくなっちゃったなどうしよっかな、怒られないかな、誰これ何に怒られないかな。お城なくなっちゃったな。どうしよっかな、これ取り返せないよな、お城取られちゃったな。ちょっと面白くないからもう一個。そういうのあり。結局やらない。やってほしいの探しちゃう。ああ、もう、いや、これちょっとメジャーのとこ行ってみようか。じゃあ、はい、どうも、猿です。そんなモッキーな感じだろ。持ってこな、持ってこな、わらじ持ってこな、もう、夏でも冬でも持ってこな、チンしようから、チンしようから、レンチンしようから、猿はレンチンしようから。まあ、いいでしょう。いいでしょう。最悪っていう感じで、はい、パッと一本終わらせるっていうこの投げっぱなし企画いかがでしたでしょうか。やってみてください。そんなに面白くありません。そんな面白くない。怒られないかな。まあ結構面白いです。面白いです。嘘です。チャンネル登録よろしくお願いします。